アスリートですね、ストイックですね、とにかく。絞りに絞ったということだと思いますが、これでまたカーリングのプレイがどう。変わるか楽しみとコメントした20年には同意置き。手北海道の地元で振るコンタクト空手の稽古にも数回挑戦。センスのある回し蹴りを見せニットでも体温を響かせたお吹きの様々な。トレーニングがカーリングにもプラスになるはずカーリング。 藤沢さつきマッチョカに筋肉祭りじゃ混合ダブルスフェア山口たけしも驚きの声カーリング女子で22年北京オリンピック五輪銀メダリストのロコソラーレ藤沢さつき32か22日茨城県水戸市で開催されたボディメイクコンテストモーラカップに出場した3位となったビキニクラスに鈴木オープンクラスにも登場して 2位と検討期待抜かれた肉体美にファンからは驚きの声が上がった本郷ダブルスでペアを組みオフシーズン中の6月6日にはツイッターで一緒にジムで汗を流す様子を投稿していた山口剛 38SC 軽井沢クラブも FWJ の大会公式ツイッターを引用しカーリング筋肉部オファーしますとツイート山口のブログによれば同部は カー世界で筋肉絶対必要でしょと思うメンバーで構成されておりフォルティウス。ノーノデラヨシオ31や4月の混合ダブルス世界選手権で、銀メダルを獲得した谷が安政29らが名を連ねているという。さらに山口は今日は筋肉祭りじゃとも投稿。混合ダブルスでの相棒のマッチョ化への反応を繰り返した。 藤沢さつきビキニクラスで 2&3 位に輝く会場でもぐもぐタイムの赤いサイロ配る神。対応も22年北京五輪のカーリング女子で銀メダルを獲得したロコソラーレの。藤沢さつきが22日茨城水戸市で開催されたフィットネス団体。FWJ によるコンテストにシークレットゲストとして出場した表情で冷静に。 ストーンも投げる姿とは打って変わりキラキラに輝くグリーンのビキニにピンヒールを履いて登場レタムキムキボディを披露し会場からも驚きの声が上がったという藤沢はビキニクラスに初参戦し結果はノービス3位オープン2位大会の公式インスタグラムは初出場で素晴らしい成績を残されましたまたの参戦をお待ちしてますとコメントしたまた大会公式ツイッターでは 銅メダルを獲得した18年ピョンチャン五輪で注目を浴びたもぐもぐタイムで一躍。有名となったチーズケーキ赤いサイロを会場で配る。藤沢の神対応も紹介された藤沢は筋トレ好きで今大会限定で出場を。決意最近ファンの間で激痩せが心配されていたがコンテストへの。出場が理由だった今後はカーリングへと戻りアイスでの練習を8月にスタートし9。 かつからカナダ遠征連覇を目指す11月のパンコンチネンタル選手権へと臨む娘藤沢5月丸で別人激変黒引きに筋肉美もごもぐ卒業で激痩せムキムキ丸で別人カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコソラーレの藤沢さつき32日22日水戸市で開催されたボディメイクコンテストモーラカップに出場シークレットゲストとし ってサプライズ登場し、ストイックに絞った肉体美を披露した大会公式ツイッターは日焼け姿のビキニショットを投稿表情のヒロインが異例の挑戦で衝撃を与えた誰もが目を丸くするイメージェン写真だった同大会を主催する FWJ フィットネスワールドジャパン公式ツイッターが投稿した写真には小麦色の肌にエメラルド色のビキニを身にまとった 藤沢の姿があった鍛え上げられた上腕二頭筋や大腿筋きれいに割れた腹筋同じ人物とは思えない肉体だったヒールを履く時がないからこけたらごめんなさいとジョークを飛ばしながらビキニクラスのに部門に出場オープンでは13人中2位に入った表情でストーンを自在に操るスキップの藤沢は色白でバキバキに鍛えているイメージはなかった関係者によるとち 異例の挑戦は本人の強い意向で大会主催者の公式ツイッターは実は筋トレ好きで金金金筋トレ YouTuber さんの大ファンだそうと伝えたオフ期間の約2ヶ月間の準備を経ての出場今月14日のチーム指導会見に参加した時は極限まで肉体を鍛えている最中だったためネット上で激痩せを指摘する報道もあっただが実は ムキムキの体を披露する過程だった本職のカーリングでは、昨季世界選手権で4強入りを逃すなど悔しさも味わった14日の会見で成長し続けることを第一に頑張っていきたいと語った通りまずは自身の肉体でその言葉を体現した8月からロコソラーレとして表情での練習が始まり9月からカナダ遠征を経て2連覇がかかるバンコンチネンタルカーリング選手権10 から11月カナダに向かう周到な準備で見せたマッチョな姿はしばらく見納めと。なりそうだが世界の頂を目指すストイックな姿勢は変わらないオタルの美を。追求ボディメイクコンテストを鍛えた肉体を。審査で競う競技種に筋肉量と密度が評価されるボディ。ビルケート筋肉の付き方やバランス美しさをアピール。 するフィジーク系に分けられる藤沢が出場した大会の主催者 FWJ では女性の競技種目はビキニウェルネスフィギュアウィメンズフィジークの4つ肌のスプレーで濃くするカラーリングも可能藤沢の出場したビキニは女性らしさを保ちつつ筋肉美を基うにピース水着でアウトラインバストからヒップをより強調し髪型からメイクまでトータルの美を追求する 藤沢さつき、藤沢さつき1991年平良3月24日生まれ。北海道所町元北見市出身の32歳5歳で。カーリングを始める北見北斗から10年に中部電力に入社し11年から日本選手権4。連覇15年に LS 北見原ロコソラーレに加入18年ピョンチャン。五輪銅メダル22年北京五輪銀メダルを獲得ポジションは、 司令塔のスキップ公式プロフィールの性格は負けず嫌い 1M56。